おはようございます。釣り子 TV です。いよいよ、フィッシングショー直前っていうことでね、今年はどんなね、釣り道具が出てくるのかな。非常に楽しみなタイミングなんで、まあちょっとね、今、なんか噂で出ている情報とかね、そんなところをダラダラと語りながらですね、ここ今、最近ね、よく使っている釣り道具ね、集めてきてみたんですけども、まあここら辺をね、手でクリクリやりながら、なんかね、おしゃべりしていければな、なんていうふうに思います。まず、そうですね、なんといっても、これ、自分のね、使ってるね、ステラなんですけども、これ、まあ、未だに海釣りとかね、ブラックバスだと最近使わなくなってきたかな、結構ね、かっちりとした使い心地なんで、未だ現役で使っているんですけど、何やらいよいよ22ステラが出るんじゃないかってね、すごい噂ですよね。前回が18ステラになるんですかね。そろそろ、周期的にもまあステラの年なんじゃないかなんていう風に言われていて、まあここら辺がそうですね、金曜日とかに判明するのかどうかっていうことでね、非常に気になっているんですけども、何してもまだね、本当全然情報がないので、まあどういうところがパワーアップするのか、あと値段帯はいかほどに。あとね、ステラはね、やっぱりそのデザインがね、いつもね、かっこいい感じでその時代時代を引っ張っていくっていうね、デザインが出てくるんで、非常にね、22ステラどんな感じなのかな、なんていうのは気になります。まあそこの最高峰に装備された機構がね、後々、まあ自分の好きなコンプレックスであるとか、ツインパワーであるとか、バンキッシュであるとか、いろいろなところにね、ステラで搭載された技術がね、どんどんね、落ちていくなんていう風に考えると、フラッグシップのステラがね、どういう感じになるのか。まあ、そもそもね、こんなこと話してて、2週にステラが出なかったら、まあ、何だったんだろうって話になっちゃうんですけども、どうやらやっぱネットなんかを巡回してると、まあ、ここら辺はもう間違いない確定情報に近いぐらいの情報なんじゃないか、なんていう風に言われてますよね。自分結構この、もうね、古いステラずーっとね、使ってるんで、ちょっとそろそろ1個ぐらいね、新しいステラ、行ってみようかなーってね、なかなか高いもんなんで、自分はどちらかっていうと去年も買ったんですけどね、コンプレックスとかね、そこら辺の値段帯のリールが好きなんですけども、まああと一度上の感触をね、味わっちゃうとなかなかね、ちょっともうそこから抜け出せなくなっちゃうんじゃないかな、なんていう恐怖感もあって、で、自分はだいたい2万円台ぐらいで買えるリールをね、主に使っているんですけども、もし22ステラが出るんであれば、ちょっと危ないよね、なんていう風に、ね、ビクビクして暮らしております。そんでもって、あとね、なんか、そう、ライブ配信の時なんかもね、情報出てますよとかね、ちらほらね、単語が飛び交っていたんですけども、アルデバランの BFS の新しいやつが出るんじゃないか、なんていうね、お話もありますよね。これそうですね、これ初代になるんじゃないかな。一番最初のアルデバランだと思うんですけども、これね、出た時は衝撃でしたね。まあ、その前にそうですね、アンタレスの AR とかね、そういった感じのね、リールとかね、いろいろあったんですけども、まあ、シマノがちょっと軽い方面のルアーを、まあ、しっかりとね、使えるようにっていう、そんなイメージじゃないですかね、アルデバラン。これの、ベイトフィネスモデルね、これが22年出るんじゃないか、なんていうね、噂がね、まことしやかに囁かれてますよね。なんか、どっかの釣り具屋さんでも、早くも予約開始しちゃってるなんていうね、そんな話がありますんで、まあ、こういったベイトフィネス機はね、大概左、ね、ハンドルのものから出てくるんじゃないかな、なんていうことで、アルデバランの BFS はね、出たらね、ちょっとチェックしたいな、なんてね、楽しみにしているところであります。まあ、この、なんですかね、自分、シマノのベイトフィネス機だと、これですね、カルカッタの
BFF2 ですね、これ。これがね、すごい使いやすくて、ね、ずっと、なんか軽めのルアーをシマノので投げるってなると、このリール一択でね、ずっとやってきたんですけども、やっぱりね、ちょっとこう、メタルのね、こういったボディでね、たまにね、たまに、ちょっと重いなぁなんていう風にね、感じることがあるんですよ。で、まあ普段はグラビアスをはじめね、ちょっとね、ロープロのリールばっかり使っているもので、ちょっとね、アルデバランの BFS で左巻きのものであれば、ちょっと気になるな、買ってみたいな、どういう機構なのかな、なんていうのが気になっているんで、まあそこら辺がね、順当に発表されたら、ちょっと予約してチェックしてみようかな、なんていう風にね、今のところ考えております。まあこの、なんだろう、メタニウムですね。このメタニウムがちょっと前はね、出てきて、で、これでもうほんとベイトフィネスの領域までね、いけちゃってるっていうか、かっちりとしたね、使い心地で、メタルボディで、そんでもって、まあ大体のものがね、気持ちよく投げれちゃうっていうね、こういうリールもね、シマノにはあるんで、BFS っていうね、もし名前をつけてきたとしたら、まあよりね、軽いものがね、使いやすいような、そういった仕様のになるんじゃないかな、なんていうふうにね、非常に楽しみにしております。まあなんて言ったらいいか、これも機械で、BFS っていいんだなっていうのを体感して、でもやっぱりこういった、ロープロナリールってね、そのワームとかね、ベイトフィネスでやるときとか、やっぱこの対抗が低いっていうのはね、すごいね、正義だななんていう風にね、感じることも、まあいろいろ使ってね、感じるとこではあったんで、そこら辺のね、アルデバランの新機種が出たら、それはね、ちょっとね、チェックしたいな、なんていう風に思います。その他、ベイトだとどんな感じのが出てくるんですかね。まあ、気になるところではあるんですけども。で、まあ、そんなシマノの話をしているんですが、去年、買ったベイトリールで言うと、まあ、こういうね、これはなんだっけな、ジリオンかな。ダイワのね、これ久しぶりにね、ってベイトリールっていうことで買ってみたんですけども、ダイワからどんな新製品が出てくるのか、もう、ダイワの場合あれですかね、12月ぐらいからもう販売開始とかしてたりするんですかね。まあ、最近なんていうか、その、物の出てくるタイミングがね、ちょっと今まで以前の感じとは若干違って、ダイワなんかは先行でもう12月ぐらいから変えちゃったりなんていうね、そういう流れがね、あったかと思うんですけど、今年ってどうなんですかね。まあ、そこら辺もオンラインフィッシングショーがね、開催されたら、改めてね、どういうのが新製品に当たるのかね、チェックしていきたいなぁなんていうふうに思いますが、まあそうですね、ダイワのところでいくと、この、まあジリオンなんかは、買って、これローギアのモデルなんですけどね、使ってるんですけども、結構まあパワフルな感じのリールっていう感じなんで、今これ P ラインを入れてですね、ちょっとゴツめのルアーをね、投げるときなんかにね、よく使っております。その他ね、どういう情報が出てくるのかなね、すごい気になるとこではあるんですけども、まあ、ここいろいろリールが並んでいるんで、最近の、まあ、一番のトピックスといえば、ここ、グラビアスいっぱいここら辺並んでるんですけども、ね、年末にもやりましたけども、小森プロなんかが、ピュアフィッシングね、契約終了ね、それからちょっとしたら、なんと今江プロもね、ピュアフィッシングとの契約終了っていうことで、で、小森さんはね、しばらくはリールメーカー特定のところは、なく、いろいろなリールを使ってみるなんてね、おっしゃってましたけども、今江プロこのグラビアスチームなんですね。いやー、これはもうびっくりして、ね、ジーニアスプロジェクトのですね、これグラビアスですが、まあ、今江プロが、関わるっていうことは、何かいろいろなチューニングしたようなね、今井スペシャルみたいなグラビアスが出てくるんじゃないかななんて非常に楽しみなんですけども、まあそこら辺はどうですかね、
情報とか出てくるんですかね、ちょっと気になるとこではありますけども、何にしてもね、あの使いやすいリールなんで、自分は主にこれね、赤色の差し色が入っているやつがハイギアモデルで、あとね7なんだろう、ギア機7台のやつがね、こう2台ね、これとこれが、これはね1周年のねリミテッドモデルなんですけども、これが一番最初のグラビアスかな、ギア比ね7のものっていうやつですね。ここら辺がジグストとかで非常に使いやすいんで、ね、左巻きで主に、ベイトフィネスから重めのルアーまで全部、グラビアスで最近はね左巻きのはやっているんですけども、ハイギアハイギアで、スーパーハイギアみたいな感じでね、使っていて、でこれにですね、このグラビアスっていうのがね上位機種になるんですけども、最近はこのゴライアスっていうですね、まあグラビアスと、まあ、ちょっとね、仕様を変更して、使いやすくね、まあ使いやすくって言ったら語弊があるかな、自分なんかだとこっちのゴライアスの方がこう糸巻き量が多いんで、結構太糸を使うことが多いんで、使いやすいっていうね、自分の使いたいね糸がね気持ちよく使えるっていう意味では、このね、ゴライアスの使用頻度がね高まってるんですが、まあここら辺もまあスプールにね上位機種とこのね一般市販機種でね、スプールがそれぞれね入れ替えることができるんで、このゴライアスにねベイトフィネススプールを入れて、使ったりっていうこともできるんですが、まあ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 こんな感じでね、最近すごい正月からずっと気になっていることといえば、なんとジーニアスプロジェクトに今井勝隆プロ加入っていうね、ここら辺の、ニュース、そこら辺があのフィッシングショーでもね、まあエバーグリーンブーツとかねいろいろあると思うので、ね、そこら辺、今井さんの口から何かいろいろな楽しい発表があるんじゃないかとかね、そんなところも、期待しつつね、そんな感じ で今ね楽しみにね、まあ明日の18時ぐらいから始まるんですかね、まあ、簡単に言うとオンライン上で各メーカーのその新製品発表の動画とかが、見やすいようなまとめサイト的なイメージですかね、それがまあオンラインフィッシングショーみたいな形であって、まあそこのオンラインフィッシングショーの、なんだろう、ネットの会場に行けば、各メーカーのね新製品情報とか、あとはその明日のために作られていた動画なんかがねドバって出てくるっていうことでね、非常に楽しみなんじゃないかななんていうふうに思います。個人的にはですね、まあこれとかはね2022のこれね、富士工業のカタログなんですけども、富士工業なんかもねすごいオンラインセミナーみたいな感じでね、すごい盛りだくさんの、イベントとかをこう企画しているみたいなんで、伊藤匠プロのなんだろうトークショーみたいなのとか、こう時間時間でね、どんどんね、情報がアップデートされていくとか、そんな感じなんで、非常に楽しみですね。まあというわけでね、まあ今ねいろいろネットを巡回しながら、明日はねどんな感じかなみたいにね、ちょっとねやきもきと、まだ何も情報出てないですからね。あと個人的に気になるのは、まあこのタイミングでデプスとかね、よくルアーニュースのね動画が一気にね、新製品今年はこういうの作ってるよなんていうのが出てきたりするんで、まあそこら辺も楽しみだなとかね、まあ何にしても明日ぐらいからですね、いろいろと、情報が解禁になって、それでもってね、まあ2022年度、どういう風にね、お買い物していこうかななんていうね、そこら辺がね出てくるんじゃないかななんていう風に思うんで、楽しみに待ちたいと思います。皆様の方ではどうですかね、こういう情報あるよとかね、こんな感じでね、楽しもうかなとかなんかねありましたら、ぜひねコメント欄とかに、こういうの気になるぜとかね、そういったね、みんなが気になってるようなところを動画なんかでね、取り上げていけたらいいななんていうのと、あとはまあまあ家にいて何ができるというわけではないんですが、まあ情報を見ながらね、それを追いかけつつのね、動画なんかも何かね、配信していければななんていうふうに思いますんで、ここ
こからね、なんだろう、フィッシングショーいよいよスタートしますんでね、みんなで楽しんでいきましょうということで、まだね情報が出てないんでね、なんとも早ですが、まあこうやって改めて見ると、最近使っているのはこういう感じかっていうところと、これをもとにちょっとね新製品発表されたら2022はどういうリールを買おうかなね。もうね、左巻きの内物の釣りはね、このグラビアスでも固定かなと、ここら辺、でね、もう投げるフィーリングとかもね一番自分に合ってるんで、決まりかなというところで、まあ巻き物の方をね、巻き物の方、この DC200 ってのが、ずっと使ってるんですけども、ちょっと DC200 だと重いななんていうところで、まあメタニウムなんでもござれだから、まあ、ここら辺がやっぱ使いやすいのかなね。ジリオンとか買ったけど、そういえばあんまり使っていないなとかね、ここら辺で、まとめてですね、それでちょっと2022何を買うかなんていうのもね、考えていかないとななんていう風に、思います。皆様の方でもね、ぜひね、あの釣り子 TV ちょっとこれトライしてみてよみたいなね、製品とかあったらですね、コメント欄に、書いておいてくださいね。あの釣り具買うのはね本当大好きなんで、タイミングタイミングでね、いろいろ手を出してみようかななんていう風に思いますんで、そんな感じでね、ネットを見ながらですね、パソコンの前でねポチポチしております。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、まあ、こちら、いよいよオンラインフィッシングショーが始まるよっていうことで、ステラはどうなるのか、アルデバランはどうなるのか、まあみんなと同じですね、気になってるよっていうね、そういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。